真の速さをめぐり二大勢力ラオウと士族の熱き戦いが勃発した。それは果たして勝つのは峠の勝負師か、それともストリートの勇者か。マーチーチーマーチー、私の可愛いマーチー、ラオウのマーチー。まあこれお買い物に行く車だよ。そんなこと言って魔法をかけちゃうぞ。何言ってんだよお前、峠で勝負するのになんでこんな車持ってくんだよ。えい、Oh my God！ とここで登場したのは5戦5勝で肉部門 A クラスチャンピオンに輝いた NRS キットカーマーチ。サーキットでは主役になれないマーチだが、ラリーでは向かうところ敵なしの大活躍。一番の特徴は NRS のキットカーボディでワイドトレッド化が図られ、3ナンバーに変身しているところ。この過激なフォルムに見合う実力を兼ね備えているのか楽しみだ。さあチャンピオンマシンの実力をドリドリがチェック。あ、滑るわレマ滑るぞ。お父さんは怖い。 NRS の高崎代表によると、マーチは小型軽量で振り回しやすく、道幅が狭いワインディングでの実力は侮れないとのこと。さあ S タイヤが温まったところで車の評価の方もお願いしますよ。お二人さん、ちびっこギャングみたいだな。なあこれ面白い。これ早いじゃん。これ早いぞ。これ俺立派でしょ。なんとドリドリはお買い物車と言っていたマーチを絶賛。ベース車両も安く手に入るため、ラリーの入門用マシンとしておすすめなのだ。